専門学校に2年間行かれて、2年間その後大学にまた2年間行くと、編入ですね。3年間だから大阪工業大学の夜間部と両方夜間で、はい、その間じゃ昼間はもう設計事務所で仕事ですよ。理由にしちゃいけないんですけど、片親しかいなかったので、母親しか、まあ、父親は早く亡くしているので、まあ、なんとなくこう学費は賄わなきゃいけないなというのがあったのと、あと、まあ、その夜学校に行って学びながらあの実務をやると、うん、その両方でそれぞれのことを聞けるんじゃないかと。なるほど、確かに確かに、で、まあ、設計事務所と、まあ、まあ、当時はでも朝、まあ9時から会社が始まると、はい、5時ぐらいに、うん、6時から開始の学校に向かう。そうそう。で、9時ぐらいまでやって、うん、そのまま、会社に戻る。で、まあ、ドラフターの下で大体ちょっと寝るで、で、また、働いて、それ、偽造者の時と同じじゃないですか、なんかね、それが、その、あの、なんか誤解を、あの恐れずに言うんですけども、あの強制されたわけじゃないです。なるほどね。あの離れたくなかった。あなんかその自分がそのなんていうんですかね、あのになっているものが、それはでもちょっとわかりますね。設計やってるとそうですよね。あのなんか関係やってて自分寝てる間にちょっと違う方向にこう変えられたり俺が作ろうと思ってても誰かが作ってたりすると、うん、ちょっとがっかりするし、俺やったらもうちょっとみたいなこともあるから、気になって気になって、そうなんです、戻ってきちゃうんですよね。そうなんです。あのなんとなく僕の場合はその就職した感じもなく、そのまま好きだからやりたいんですというようなことで入ったものの、当時は今ほどなんていうんですかね、決まりが厳しくなかったのかもしれない。確かにそうですね。で今僕たちがここもそうですし、あのやりたい分を抱えているときはできるだけ話したくて、うん、そうですですね。それはありますね。で、はい、あまり、まあ、だからもう自宅という場所に帰っても何もないものですから、まあ、それよりもここに少しずつだけでもそのいておきたかったっていうだけなんです。なるほど。で、そこで寝泊まりもちょっとさせてもらいながら、まあ、帰るふりして戻ったりして。むしろね、こっちがこそこそとそこにいたい、ブラック企業とかじゃなくてね。違うんですよ。あの自分で行きたいわけですから。もう図面書いてもなんか納得のいかないところがあると、やっぱりちょっとここだけ検討もう一回したら、ね、明日出さなきゃいけないで怒られるんだけど、なんとかしたいっていう思いがあったんです。じゃあそれで4年間ハリア館行きながら昼間働くって、これはものすごい学びの速度だと思いますが、このフィードバックも含めて、そして4年間で卒業したらどうなるんですか。就職そのままさせてもらえると思ってた、まあ就職してたんですけど、うん、一応昼間、うん、まあ、あの働いてたので、うん、そのままいさせてもらえるもんだと思っていたら、うん、そのまあそろそろ卒業しそう、まあ、できるかなって言ったタイミングでですね、まあ、そこの所長に、まあ、話しに行きますと、大学院ぐらいは行っとけというような話がなったんですよ。あら、で大学院に行っとけと言われても、まあ、大学院かまだその、まあ、両立すると本当大変なんですよ。そうですね。学校のことも気になるし課題もあるし、確かに。で昼間は4年もやるとまあまあ担当になってくるんですよ。重責や変なこととか、あと下の子たちもやっぱチームになってくる。下の子がおるっていう、いる、出てくる、毎日入ってくるじゃん。面倒も見なきゃいけない、で教えることも少しずつは始めていかないといけないのに、学校のこともでもまあ、いわゆる、まあ、煩わしいんですよね。でもいいんかと思いながら、まあ、そうはといえ、まあ、言われたもので、うん、まあその、まあ当時はインターネットがないですから、紀伊国屋の赤本を書いて、で、まあ、どこの建築学科にその大学院があるかっていうのを、まあ、一応リストアップして、うん、まあ、手書きで書いて、当時はワープロなんかで起こして、あ、そうか、こう、まあ、1週間ぐらいかけて、まあ、作り、うん、で、ちょっと演出すると、うん、ちゃうちゃう、海外やって言われて、あ、海外、社長がそう見てたんだ、で、海外ですか、うん、ニューヨークに行って、あんたはその建築やろうと思ったんやろみたいなことを言われ、で、はい、じゃあ、海外の本買ってきますって言って、また紀伊国屋に行って、ただ、
本がなかったんですよね。なるほどね、当時ね、うん、で仕方がないので、建築の本で、東都出版が出してた、今なんか世界の建築家571人だったかっていう本があって、うん、世界の建築家が出た学校をまずはリストアップして、なるほどなるほど、そしたらなんとなく建築家の人たちが学んだ学校だから、まあ、そういうようなプロキュラムで組んでんじゃないか、うん、で日本で世界マップを買うと、ジャパンの真ん中 で、 そうです、ね、右にアメリカ、左に、まあ、ヨーロッパ、ああそうなりますね。で当時はGoogle マップないですね。ないです、ないです。画鋲でですね、お、まあ、ハーバード、ボストン、ハーバードのボストンがここだと。サイアーク、カリフォルニア。カリフォルニアのことを持っていくわけです。うん、清華大学、あ、中国。中国と。まあ、優秀なとこばっかりだ。ね、うん、ね、ね、だって、優秀な人たちが、優秀な人を押していくわけです。右に、うん、まあ、ね、七八個、左側に七八個。だから、アメリカとヨーロッパに七八個ずつぐらい。そうですね。うん、でこう、まあ、自分のドラフターがある席の後ろに、まあ、世界マップを貼って画鋲を貼っているんです。で画鋲を貼って、それで、まあ、願書を、うん、まあ、書くんですけど、うん、英語ができないので、その、まあ、メタンをこう見ながら一つ一つ書いていくと、うん、まあ、出すのに1週間かかる、うん、で届くのに1週間、うん、で向こうから返事があるのに2週間ぐらいかかる、1ヶ月かかるんです。なるほど。様子見たいので、こう手紙を送ったら1ヶ月かかるので、うん、もう、まあ、8、8、子供と時間もなしあかんのです。あら、そっか。それを見かねた、その所長が、行ってこいと。で、あ、はい、その、行ってこいと。で、その、とにかく行った方がわかるって言われて、あ、じゃあ行ってきますって言って。すごい社長。1ヶ月ぐらいですかね。まあ、まあ、右と左を巡らなあかんわけですね、見ていくって。そうなんです。はあ、だから、一番最初、まあ、MIT ぐらいから行ったんですかね。MIT、マサチューセッツ工科大学へ行ったんです。はい、ただもうね、もう、当時はこうおどおどしてて、やっぱ英語も書かなかったですよ。怖いわ。学生の人っぽい人にこう出会って、なんだっていう顔をされながら、建築学科を教えてくれっていうの伝わらないので、うん、まあ、何人かに聞いていく。で、まあ、まあ、ボストン行ったり、まあ、あとロサンゼルス近郊行ったり、サンフランシスコ行ったりして、で、アメリカの大学を、まあ、8個ぐらい。8個ぐらい見た、アメリカ。まあ、ね、うん、1ヶ月かかんなかったぐらいですかね、うん、で建築学科の教員の先生となんとなく話して、うん、でなんとなく、まあ、そのまあ、セクレタリーの人たちもこう、うん、どういうふうなアプライをしていいのかっていうのを聞いてくると、うん、で帰ってくる、うん、どうやって、アメリカだけだったんですか、その時行ったの。東側だけなんで、右側だけ行ったんです。右側だけ行ったんだ。1ヶ月で、あ、そうだね、かんだ。はいはいはい。で、報告のこと、半分どうするんやと。うんうんうん。もう一回行ってこいと。すごい所長やな。いや、そもそもそっから行った方が早かったんちゃうっていうぐらい、右の右は左やでって思うけど、一回日本に戻ってきて、今度は左側行ってこいと。で、まあ、もうええー、と思いながら。ええと思いながら。もういいんじゃないかなと思いながら。でももう怖いじゃないですか、所長って。もう、もうなんかね、社長って聞くだけでも、ね、ありがたいことですけどね。今、まあ、もう、ちょっともう、もう早く帰るように、ソウル代ぐらいから行こうとか。ソウルで行きましたって、ソウルに行くとか。なんとなくアメリカで、まあ、これ、度胸がついたんですね。なるほど。どんどんこう、行けるようになる。行けると。で、こう、ソウル代から。うん、聖火台に行ったのか。それこそ中国だ、聖火台。モスクワ台も行きましたね。行きましたね。モスクワ台。行きましたね、うん。で、そのままヨーロッパ入ったんですかね。はぁ、すごい。だってそれ、大学卒業して、大学院行くのを決めるときなので、はい、まあ、高校1年生を2回やってるとはいえ、はい、23歳ですよね。そうです、そうです。23歳が。で、当時は Google マップがないので。ないんだよ。今日渡っていくの列車じゃないですか。ね、でこの大変や、まあ、英語がようやくぐらいの時代だったので、うん、でも各国行っても
英語表記がないじゃないですか。中国に入ってロシアに入っても確かに。これにすごい困った時に、こう役立ったのがコミュニケーション能力。とにかくニコニコ笑ってないと、なんか本当にロシアなんて撃たれそうで。ニコニコ笑って。ね。モスクワ大学でなんとか誰かに連れて行ってもらおうと。あの悪い人じゃありませんと。なんか学校に来たんだみたいなことを言う。で、まあ、それぞれの学校に行く、いまだに今の友達になってる、あんなった子も、まだ関係性なく見てるぐらい、その時に学校に行くと、まあ、1日だけじゃなく、2日3日いると、学内でいろいろ紹介してほしいので、仲良くなって、うん、で、紹介してもらうんですよね。で建築学科の子たちを中心に、あの宿がなかったので、うん、その子たちの家に泊まった。いや、お金がなかったんで、すごいな。まあ、友達になって、まあ、悪い人じゃない、建築学科を目指してるあなたがっていう、で、それに詳しく教えてほしいな、真剣に聞くと、なんか分かり合える部分もあって、まあ、じゃあ、うち、今日泊まるって言ってくれる、じゃないと。まあ、宿がないわね、その日、夜、泊まるとこがない。あの当時の予約は本当に、うん、あのホテルの方が大変でした。そんな空港について電話するぐらいなんです。今みたいなネットないですからね。そうで空港について電話しても、うん、まあロシアも中国も言葉が通じないので取れないんですよ。そうか。でお金もないし値段もわからないし、うん、これはもう全力でこう向き合った人に頼るしかないと。それか。それで、でも結局ヨーロッパまで行くフランス、フランス抜けていて、最後に行ったのが、まあ、イギリス AA スクールです。AA スクールじゃん、東ロンドン大学っていうバートレットっていうところにも行き、うん、最後に行ったのが AA スクール、はあ、で AA スクールに行く時にはまあ約15、6個もう行ってるんだ、回ってるので度胸がついてるんです。確かに。で、とてこの2ヶ月間で度胸がついてるんですよ。で、度胸がついて、こう、まあ、普通のオフィス、まあ、住宅みたいな扉を開けて入っていくのがエスクルなんですけど、のにこう、まあ、公表会をしているときに、もう入っていったりして、こう、様子がもう、まあ、建築だけの方が、こうなので、うん、まあ、わかりやすいんですよ、ね。で、まあ、当時はそれこそ、アキブランのメンバーの人たちもよく、もう本当に頻繁に来られてたり、あ、僕だとか、僕さんがいるとか、普通にあのバーとかで飲んでるんで、お、すごいぞと思いながら。で、各その教室というユニットのチームに分かれているので、小さい小窓があって、こう、小窓が見えるんだ。あ、なるほど。で、覗いていると、まあ、あの、FOA って分かる。横浜港の桟橋を、ああはいはい、大桟橋のあれを FOA だ、あ、フォーリンオフィスアーキテクト、うん、橋本さんが僕の顔を見てこう入れと。で僕もまあ入っていて若いんです彼で、まあ、僕とどれぐらいですかね、それ10個も変わらない。確かにあの桟橋取った時若手でしたもんね、まだね。僕も若い、30、まあ10個は違うか、30個ぐらいですかね。でこう読んでくれて、日本人だろう、うん、でまあ、絵が描けるかって言われたので、ね、描けるわ、描けるかもしれません。それ描けるわ。模型を作れるか、模型どころかこちらは自由の目が作ってないで作れると。模型をこういう模型を作りたい、うん、なんかこう床面にこうちょっとこう浮きながらこう、まあ、あの蛇行してるような、あ、なるほど、うん、こう言ってくるので、まあ、ちょっと材料貸してほしいって言ったので、こう、ちょっと刻んで、その場でこうちょっとだけこういうことかみたいなことで言ったら、そういうことだと。これを20メーター分作ってほしいって言うんですよ。20メーターと思われる。ちょっと英語聞き間違えましたか。そうね。で、一人でやるのかって言ったら、ここにいる、あの、その研究室のやつを使ってみるか。分かったというので、僕、それで1週間ぐらい止まるんですよ。で、こう、まあ、もうこれはいいです。僕は本に書いたので、
1週間ぐらいして20メーターが多分40メーターぐらいに要求されておかしいおかしい。で教室の扉って1500なんですよ、うん、なるほど。である日にも徹夜明けてやっとできたと思って床に寝転がってたら、その野崎さんが来て、でこういうあのその日本に持って行きたいって言われて、あで日本に持っていくっていう、帰るんだろうと、でその帰る時に一緒に荷物で持っていくしって言われてで教室から出ないんですよまあ、そうですよね。まあ、そうですね。まあ、まあ、でかいね。もう、刻んで、で、出して、で、結局、会心の僕、大韓航空になったんですけど、ソウル経由の3万5千ぐらいのチケットで、こう、何、模型を重ねて、まあ、約40メーターぐらいの。で、こう、何ですかね。まあ、まあ、200キロ弱ぐらいの。まあ、当時は大韓航空が墜落したことも機会が重なって、すごいガラガラで、すごいチケット代も安くて、普通席ガラガラで中に入れてくれたんですね。すごいな。その、まあ、成田に着いて、彼らも来て、うん、で、一緒に田町に行きたいって言って、うん、いや、まあ、持っていくんだと思って案内して、まあ、行くと、お磯崎さんがいるみたいなことが、あの神戸の日になっていくっていう。そうなんですよ。で、まあ設置して、まあ設置しろってやつ。設置もして。まあ歪んでる。それで、土の入れ直してしながら。それで、まあ、入らせていただいた。その、じゃあ、コンペやって、で、その、器用だし、うまいこと作ってくれたと。で、A スクールで学びたいんやったら、じゃあ、おいでっていうことで。まあ、厳密に言うと、うん、まあ、そのままなんとなく、まあ、違うものをちょっと作れというような話が出て、で、なんかまあ、作らないといけないかな、みたいなんで。で、当然、なんかいるでしょ、僕たちは仲間だよね、みたいな感じになって、うん、まあ、その、アプライしていくっていう。そういう感じなんですか。それはいわゆる入学っていうことになるんですか。あの結局はちゃんと、研究員みたいな。いや、ね、あのそうなんですよ。だから実際ちゃんと入学しているのは97年なんですけど、それって95年の話だと、うん、だから2年間ぐらいはただなんか行ってた、いる人なんですね。なんとなくなんかやってた。ただすっごい楽しかったんですよ、その学校のこととか。なるほど。あの当然大西拓也さんであったりもすごいあの日本人の人たちも。あ、そうだ、大西さんも A か。同じ時期にいらっしゃったんですか。彼はエースでした。すっごい才能がありました。あ、すごかったです。すごかった。ジン・ヨハネスさんとか、上にも江頭慎さんとか、すごいのがいましたね、日本でも。で、まあ当然ザハとかも来てますし、そうか、そうか。あのメモも本当にあのクールな感じで出ますし、すごい。その時期の AA ってすごいですね。ザハ、ハディットさんっていうのはね、なんかこう、国立の競技場で設計したっていうので知っている方も多いかもしれませんね。そのザハ・ハディットさんとしては、レム・コールハウス、これ建築の業界ではとても有名な方なんですが、その人とかが AA スクールに出入りしてる時期ですもんね。でもちゃんとした正式なユニットに入ったのは97年なんです。なるほど。で、その今の話は94年、5年の話ですね。なるほどね。そうです。これ、平野さんの人生聞こうと思ってましたけど、AA スクールに入るまでで、まあまあの取れ高に今なってます。ちょっと一回ここで切って、はいはい、その後どうなりましたかっていうのを、はい、次の動画で聞いてもいいですか。了解です。じゃあ一旦ここで、はい、平野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。